どうも、趣味で DJ をしている DJ のぞみです。前回の動画でテンポ合わせを紹介させていただきましたが、今回はそれを応用してピッチ合わせの練習を紹介しようと思います。前回同様 A デッキ、B デッキで同じ曲を使用して練習していきます。 A デッキの BPM は 0% で128ですが、今回は B デッキのピッチベンドを少し進めて132ぐらいに設定していきます。この状態で同時に再生すると BPM がずれてるので、どんどん曲がごちゃごちゃになります。どんどんごちゃごちゃになりましたね。なので B デッキの、曲を再生中に 0% に合わせて A デッキと同じ 128bpm に合わせていきます。するとテンポがずれた状態になり、エコーのように聞こえます。それをジョグホイールの、ピッチコントロールを使ってテンポをシンクロさせていきます。この動作に慣れたら、次は、B デッキの132に合わすように A デッキを、128から132に合わせて練習してみてください。前回のテンポ合わせの応用となりますが、 BPM を合わせるというのに慣れるための練習です。皆さん参考にしてみてください。最後にもう一度やっていきたいと思います。どうも、DJ のぞみでした。